登山で心も体も健康に、週末は山の中チャンネルです。今日はですね、東京都板橋区の、中宿に来ております。で今日はこれからですね、小さな富士山を巡りたいと思います。で小さな富士山とは何か、それはですね富士塚というふうに呼ばれる場所を指します。で富士塚というのはですね、富士信仰に基づいて、この富士山をイメージして、建てられた塚、まあ、人工的な山ですよねを指します。で主としてですね、富士登山が困難な人々のために、江戸とこの江戸東京それと周辺地域にですね、今取り壊されたのも含めて、100カ所ぐらい、建てられたというふうに言われています。で最も古いものはですね江戸時代、寛政元年、1789年にですね、東京渋谷区の千駄ヶ谷にあるですね烏森神社にあるものが、まあ、最も古いというふうに、まあ、言われているわけなんですね。今日はですね、そのですね東京都板橋区、それから東京都豊島区にあるですね、5カ所のですね富士塚を巡っていきたいと思います。氷川神社富士塚、ここは、ね、板橋区内の中で、最も古い、富士塚というふうに言われています。こう氷川町の、氷川神社富士塚はですね、1847年の石碑だったりですね、1855年の、祠が、人々により建てられているということからですね、少なくても19世紀頃には、建造されているというふうに考えられているそうです。このようにですね、これ、富士山の溶岩と言われるこの黒木っていうのがですね、ここの富士塚に一部、使われているというようなことですね。この、富士塚の登山道上にこの黒木が、使われている富士塚だということですね。行ってみましょうか。これがミニチュア富士山。スポットでパワーもらえるでしょうかね。池袋富士塚、山開き祭ということですね。これ黒木ですかね。お待ちください。すいません。はい、こちらでお待ちください。
ゆっくり降りてくださいね。大丈夫ですよ、ゆっくりで。ゆっくりで大丈夫です。下駄こちらで。はい。7月の1日から7日までの1週間だけ、一般公開されているということですね。その期間だけ中に入ることができるということのようです。あ、お疲れ様でした。ここは3号目ですかね。5号目、3号目、3号目、あ、下が3号目なのね。ここは5号目。はい。気をつけてください。気をつけてください。はい、じゃあ次の5名いきましょうか。すごいね。はい、はい。これは富士山の溶岩ですか。そうです。ああ、なるほど。いや、それはお鉢巡り。ああ、お鉢巡り。気をつけてくださいね。浅間神社って書いてあるね。下山はこっちから。はい、下山こちらです。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせいたしました。富士山の雨ですか。そうなんですよ。気になってるんですよ。あ、本当だ。いただきます。はい、ありがとうございます。富士山の雨、これこうなってんの、うん、雨今舐めようと思った、ね、中がね、うん、私ここに書いてあるのかと思った。あ、中です。うん、中、うん、豊島区長崎の、富士塚ですね。いや、大きいですよ。すごいね。うん、大きい。うん。ね。こんな住宅街の路地を一個曲がったところの公園の中ですね、に、富士塚があるということで、もう全然知らなかったですよ。重要文化財指定というところですね。なんか出店もやってます。当時1862年に、明記された石碑が10基ほどあるということですね。この年に建造されたと考えられるということです。表面はですね、富士山の溶岩、黒木石でこれは覆われていますね。うん、そうなんです。行こうか。山、登山道が狭く反対交通、対面交通のため譲り合いをしながら上り下りしてくださいということですね。登山道ということですね。そういうこともあって非常に、混んでおります。じゃあ入りましょう。5合目ということですね。ね、10秒で5合目まで登れます。小さな富士山。はい、山頂まで登りました。はい、山頂です。下る人、下らない。どっちの方面かな。まあ、本来は富士山が見えるということなんですけれども、最近ではですね、まあ、高層ビルが周囲に立ち並んで、もう富士山を見えることもできる富士塚というのはまあほとんど存在しないというふうに言われています。まあ、こんなで見えなくないんじゃないかな。これ向かい側のマンションに小さな白い山がね、富士山だというおっしゃられる方いますが、本当なんでしょうか。
合ってんのかこれ。多分違ってるっぽい ね。はい、出口です。非常に形のいい富士塚です。昭和の貴重な遊具の回転 UFO です。たどり着きました。ここは、赤塚にある、赤塚氷川神社、富士塚ということですね。氷川町の氷川神社の富士塚とよく比較されます。いやあ、時刻13時5分、真夏の真っ昼間、さすがに誰もいないですね。水も止まっちゃってんのかな。こちらの、赤塚氷川神社富士塚もですね、こちらは1835年頃、造成されたと書かれておりますけれども、同じようにですね、富士山の溶岩石、黒木と言われるですね、溶岩石を取り寄せて、作られているという点ではですね、他の今まで見てきた富士塚とかなり同じような作り、になっているみたいですね。登山道ですからね。まあ、この辺が溶岩石ですね。塚としてはかなり小さいですけれど、ちょっとね、草木が生い茂っていて人の出入りもあんまりない感じなんでしょうかね。はい、頂上ですね。で、下山するときはまた下山道が、ね、別のところから降りることができると。ここから富士山が眺められたんでしょうかね。方角的にははい、もう建物に隠れちゃってますけどね。赤塚が一望できたんでしょうか。樹木が生い茂ってる富士塚ですね。はい、ここは最後の富士塚になります。今日、5つ目の富士塚、諏訪神社富士塚ということですね。歩いてみましょう。おっと、これはちょっと小高い丘というか山というか、ちょっとね、高さがありますよね。いや、暑い。
こちらが入り口ということですね。1870年、明治3年あるいはそれ以前の幕末期にはですね、この場所にですね、この富士塚が伝播していたというふうに考えられているということですね。富士だからさ、浅間神社というかな。登山道はこちらです。急登ですね。本当に登山道だわ。よし、お、滑った跡がある。ちょっとね、登山口で歩いた方がいいぐらい。よいしょ。はい、ただちょっとこの草木が生い茂っていて、ほとんど、頂上あたりに行ってもですね、場所がない。人が何人か立てるぐらいの狭いところ。こちらにですね、祠がありますね。諏訪神社、富士塚と。よいしょ。木が生い茂っていて、展望はありません。この横にはですね、大きな道路、大宮バイパスがバッと、ズバッと、通ってますね。ここはですね、上りも下りもこの一車線のみということで。はい、人がいないから走れたんですけど。よいしょ。ねえ、なんか隣のトトロの世界というか、ちょっと神々しい雰囲気ありますよね。はい、5箇所全部回ってきました。お疲れ様でした。今回の登山企画いかがでしたでしょうか。富士塚巡り、豊島区で2箇所、板橋区で3箇所、計5箇所ですね。朝の9時から今、約14時ですね、14時、5時間ですね、5時間かけて5箇所富士塚をめくってきたわけなんですけども、もう結構汗だくというか、だいぶ歩きましたね。はい、結構ね、自分たちがその暮らしているすぐ近くに、こんなにたくさんのね、富士塚がですね、今日紹介していない場所もですね、もちろんいっぱいあるわけなんですけども、この東京都内にだいたいあと全部で50箇所から70箇所ぐらいあるというふうに言われています。で、共通してたのはですね、どれもですね、ちょっと作りとしては非常に似通った作りだということと、黒木って言われる富士山の溶岩石が用いられて、部分的に用いられて作られているっていうところがですね、まあ、共通していてですね、これがですね、まあ、いかに当時の富士山に対するこう信仰が深かったのかっていうのがですね、思い起こされます。はい、ということでですね、プチ登山ということでしたけども、今日の動画はここで終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。